丸ごとバナナは山崎製パンが製造、販売している洋菓子。山崎での商品化以前にも歴史のある菓子であり、他社製品はもっぱら、オムレツケーキの名で販売される。1992年に発売開始。現在、沖縄県を除く全国のスーパーマーケットコンビニエンスストア等で購入できるが、秋田県の個人店やローカルスーパーでは、 業務提携先の竹や製パンのバナナボートが販売されている。長野県飯山市では市内の菓子店、大黒屋などが昭和50年代頃から売り出したご当地、スイーツ、バナナボートとして宣伝し、現在は市内の菓子店数軒で主に陶器に製造販売している。ただし、常述の通りスポンジ生地でバナナとクリームを巻いた形態のオムレット式の菓子は、 各地に古くから多数あり、飯山市で生まれた菓子というわけではない。名前の通り、バナナ一本を皮を剥いたままの姿で、ホイップクリームと共に柔らかいスポンジケーキで包み込んだ菓子で、広い意味でオムレットである。ホイップクリームで包むことによりバナナの品質変化を防いでいるが、生菓子であり、保存量が使用されていないため基本的に日持ちはしない。濃厚なクリームとスポンジ、 見た目のインパクトやボリューム感から根強い人気を保っており、生菓子としては珍しいロングセラー商品となっている。製造数自体は決して多くはなく、店頭で見つけることが難しい場合もある。生クリームのほか、チョコレート味やコーヒー味が発売されたり、パッケージのみ変えられたクリスマスバージョンなどが販売されることもある。 2014年からバナナ2分の1本を使用した丸ごとバナナミリアムサイズや丸ごとバナナミにも販売されている。丸ごといちご。ありがとうございます。